全日本バレーボール高等学校選手権大会は2011年から毎年1月に行われる高校バレーボールの大会である。この全日本バレーボール高等学校選手権大会は全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会国民体育大会バレーボール競技と並ぶ高校三大大会として位置づけられている。全国高等学校体育連盟からは 選抜大会として扱われている。高校選手権大会自体は第二次世界大戦後の1948年に全国高等学校バレーボール選手権大会として始まり、1963年からはインターハイに組み込まれ7月下旬から8月上旬にかけて行われ、その後秋の10月に国体少年バレーボール、 春休みの全国高等学校バレーボール選抜優勝大会とともに高校三大大会とされてきた。しかし、春高バレー本大会は開催時期の関係で卒業式後の3月下旬の大会であり、特に女子で高等学校3年生が卒業後ただちに実業団チームに入る生徒にとっては実質10月の国体が最後の大会となり、 その後長期間ブランクが開くことが大きな問題となっていた。これを受けて、日本バレーボール協会や全国高等学校体育連盟など関係各方面による競技の結果、2010年度から選抜優勝大会の名前を廃止して、他の枠組みを残したまま、インターハイと選手権を分離し選手権の名義を移して新年1月開催に変更。 三年生も三大大会すべてに出場可能とした。春高バレーはこの大会の愛称とした。ただしインターハイに含まれない全国大会のため、全国高等学校体育連盟の制度上は選抜大会のままである。これに伴い、インターハイにおける競技は選手権を兼ねない競技として継続されている年度、全国高等学校総合体育、 大会バレーボール競技大会のみに統一。以上の理由から2011年1月の大会は第63回全日本バレーボール高等学校選手権大会として開催された。また歴代の記録も2009年度までのインターハイ時代から引き継ぐバレーボールの甲子園とも言われているは旧選抜優勝大会からの 春高バレー名称等引き継ぎに伴う連盟で第63回から加わる。各地区の予選は日程変更で早まった。日程が正月明けということもあり、また同時期にはサッカーも首都圏で全国大会が行われているため、関係者等の移動手段、宿泊施設を早めに確保する必要がある地域から順次代表が決定する方式になっている。 開催地東京では11月中旬に代表校が決まり、本大会の抽選会は11月末から12月初旬に、フジテレビ本社で行われる。詳細は後日。旧春高バレーの時は、主に国立代々木競技場を、主とし、青山学院記念館や、駒沢オリンピック公演総合運動場屋内、休技場。 同体育館などの首都圏の各会場に分散して開催した年度があるが、現行の1月開催になってからは、代々木競技場が同時期の全日本総合バスケットボール選手権大会に抑えられた影響もあり、主会場を東京体育館に統一した。全国大会は1回戦をメインサブ両アリーナ併用5面2.3回戦と準々決勝を メインアリーナのみの4面で同時に行い、準決勝、決勝はアリーナ全体をセンターコートにし1面のみで競技を行う。3月開催だった旧選抜優勝大会から比べて会期が2日短縮されるため、1回戦、2回戦の分割開催がなくなるのと3回戦、準々決勝が同1日連続開催となるため、 優勝決定までは5日間で6試合という日程を消化することとなる。なお、準決勝と決勝戦は、基本的に、カレンダーの配置上成人の日が行われる1月台、2月曜日が含まれる週末に行われるため、年度により成人の日、または、その前日の日曜を決勝日とする5日間連続の日程とする場合と、休養日を設けた上で前半と後半に分ける。 バイトがある。男女共通基本的に主催する富士ネットワーク各局で中継される。地上波では富士テレビ単独で1日目から3日目までが試合翌日の未明体に一部の試合をダイジェスト放送、準決勝と決勝は試合当日の午後の時間帯に全国向けに録画中継する。ただし年度によっては会場から生放送で番組の進行を行うこともある。 また、CS 放送のフジテレビワンツーネクストでは、1日目から3日目までは、ワンツーネクストの3波を使って3コートの試合を生中継、準決勝と決勝はワンで中継する。BS 放送の BS フジでも、決勝のみ、録画放送、2015年は、総集編を放送。2014年以降は1回戦から準決勝まで全、試合制中継されるようになった。 2015年、ワンツーネクストとスカちゃん。2016年から2018年まで、ワンツーネクストとスカパーン。オンデマンド。地方大会決勝戦については、旧選抜優勝大会と異なり放送しない地域もあるが、代表決定戦の結果については、スポーツライフヒーローズでフォローされる。また、開催地である東京都大会については、 富士テレビ1で男女の準決勝と開催地、代表決定戦を生中継し、地上波ではそれらを抜粋した、録画中継とする場合もある。2018年11月から、スポーツブル内に、バーチャル春高バレーを開設し、地方大会代表決定戦と本大会の全試合を配信。本大会は1回戦から準々決勝まで全て、ライブで配信を行う。 2021年は本大会のライブ配信を1回戦から準決勝までに拡大する。単独で主催になお連ねる富士テレビ以外の社も富士ネットワークとして共同主催しているため系列表記は割愛する。各都道府県予選ではこれら各社が大会運営においても中心的役割を果たす。これらの各社は地元に富士ネットワーク加盟民法がないことから 全国大会の主催には参加せず、番組販売、企画参加といった対応で、全国大会決勝戦の中継、地元分のフォローを行っている。各県大会の主催に加わるかは地域により異なる。新制度春高バレー開始以降。以前の選手権大会は、全国高等学校総合体育、大会バレーボール競技大会結果、9、春高バレーは、 全国高等学校バレーボール選抜優勝大会、結果参照。ありがとうございます。